はい、どうも皆さん、こんにちは。庄島漁師濱家です。今日はですね、舞鶴のお魚屋さん水島鮮魚店さんからですね、お魚が届きました。じゃあ早速開封していきましょう。はい、それではオープン。じゃあまずこれを揚げていきます。おお、すごい。何これ、見たことない魚が入ってます。これは瀬戸内海でも取れるお魚、カマスですね。それにしてもでかいです。はい、そしてこれがアマダイだそうです。アマダイの名前の由来はもうその名の通り甘いらしいんですよ、身が。とっても楽しみです。こう見えるかな、しっかりエラとお腹の中も取って、こう腐敗を防止しております。はい、そして最後、これは何でしょう。なんだ一体。うわー、でっか。で、さっき連絡確認したところ、カジキマグロの塊だそうです。すごいね、初めて見た。さばいたことないな。今日はこのアマダイとカジキマグロをお刺身でちょっといただこうかなと思います。はい、じゃあまずカジキマグロをやっていきますが、まあ、とりあえず三枚におろさないといけないので、このお腹をちょっと切ってみましょうか。硬そうだな。で、この中から入れて下まで行って、あ、簡単に切れた。まあ、それでこう開いていこうかな。じゃあ行きます。いけてる。おお、なんか骨というより筋、この骨との骨の間を切り取ってくれたのかもしれないです。ちょっとわからないですけど、まあとりあえず皮を剥いでいってみましょう。多分皮硬そうやから失敗することはないと思います。まあちょっと残りましたけど剥げました。で、カジキマグロってマグロって呼ばれてますけど、実はマグロじゃなくて、なんかマグロと同じ漁法で多く取れることからカジキマグロと呼ばれるようになったそうですね。次は腹骨を削いでいきます。腹骨って言っても腹膜だね、骨がないもん。切れちゃった。これで取れたのかな。まあ、ちょっとよくわからないんですけど、ここに筋がありますね。筋も取って、まあ、魚でいうこの血合いのとこを取りましょう。はい、じゃあこの背中側とこのお腹側を刺身にしたいと思います。はい、じゃあ切っていきます。すいません、今日シソも忘れちゃいましたね。はい、これがお腹で、カジキマグロのカジキってどういう意味なのって話なんですけど、こう船を動かす部分をですね、カジというのですが、その部分をこいつの発達した上顎で通すことからカジキ同士と言われてたので、カジキと呼ばれるようになりました。うちにもカジキの角があってですね、その映像がこちらです。はい、これがですね、カジキマグロの角でございます。これが神経が通ってる穴だと思います。これで漁師はロープ仕事をこうやってしたりもします。はい、それではできたカジキを乗せます。身はすっごいしっかりしてますね。こんにちは。めっちゃ我慢とるやん。いや、帰ってきたなと思って。分かった。いや、失敗するといけないので急遽松岡さんにお願いしております。じゃあ、ウロコお願いします。アマダイってその名の通り身がめちゃくちゃ甘いんだって。へえ、食べたことない。今も食べたことない。うん、もうがっつり落としてもらって、じゃあ3枚におろしていきます。おお、身めっちゃ綺麗な。身めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。最後、うん、失敗するんちゃう。完璧です。
アマダイはですね、タイとついておりますが、タイではなくてアマダイ科だそうです。で、腹骨を引いていきます。入らん。はい、そして血合い骨を取っていきます。はい、じゃあ皮を引いてもらいます。はい、で刺身にしてもらいます。めっちゃ楽しみ、どんな味がするんや。はい、そして半身は炙ってもらいます。おかしない？おかしい、壊れとる。おかしいでな。うん、これでいくの？この炎でファイヤーショーで行こう。ファイヤーショーで。火力弱いな。もういいか、ちょっと見せたか。匂いがうまい。じゃあ行きます。はい、お願いします。ちょっとキレが悪い。これ塩でもうまそうなぐらい。でも塩振ったらめちゃくちゃうまいんじゃん。うん、はい、はい、OK です。はい、これでカジキマグロと赤鯛の、赤鯛やったっけ、アマダイはい、これでカジキマグロとアマダイのお刺身の完成です。じゃあ松岡さんと食べたいと思います。いただきます。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。いや、水島さん、松岡さん、ありがとうございます。ありがとうございます。何から食う？そう、大門から。大門から。大門から。じゃあこのカジキマグロの大トロ、すっごい脂、脂がすごい。もうちょっと脂見せてくる先食べますどう？マグロ。ええー。マグロです。もうこの醤油に浮かぶ脂がすごいですからね。じゃあ僕もいただきます。マグロでしょ。うん、でもあのしつこくないよね。うん、やっぱさっぱりし、うん、でもあの背中の方も、うん、カジキマグロってマグロじゃないんだよ。なんだカジキ、カジキわからんこんなんあるよ。そうそう、だからそれで船のカジをいただきます。こんな違います。背中全然背中と中ってこんな違いますよ。ああ、ね、匂う。うんうん、それもある。お腹の方はすっごい脂乗って美味しいマグロって感じで、背中の方はちょっと刺身には向いてない。うん、うん、そう、あのだから漬けとかある。ああ、赤身の、うんうん、じゃあ次、アマダイのお刺身いきます。あ、噛めば噛むほど、うん、甘みがもう溢れ出てくる。うん、まだ舌の上甘い。だから甘だい。だから甘だいですね、うん。じゃあ次、この甘だいの炙り。もう油がとろっとして美味しいです、うん。皮目がめちゃくちゃ美味しい、ね。うん。じゃあ美味しいお魚には、お魚にはノンアル乾杯。いただきます。うまっ。最後どんな人笑うか。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイっていう。松岡さん、怖いね。こうどう、こうくの松岡さん、ここここんでこう。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイっていう。俺こっち？そう、バイバイ本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。じゃあバイバイグッドバイバイ。おーてないグダグダやんまで入れないから。